ちろんなら大好きクラブ認識もあるでーす。そして、サジカです。オカピです。ニセノコです。ミポリンです。はい、ということでよろしくお願いいたします。今回もすくすく白ドラ養成所ということでよろしくお願いします。前回に引き続きですね、白ドラ、Q&A、 私は Q&A ということで、はい、質問に答えていこうかなというところでございます。前回もね、そうだったのみたいな、はい、ありましたね。もうありましたんで、まだまだわからないことあるかと思いますので、早速質問の行きたいと思います。じゃあオカピから、はい、よろしくお願いします。効率のいい城経験値のため方ありますか？堅実です。前回に引き続き堅実ですね。やっぱり堅実派なんですね。はいはいはい、要するに城レベルのね、上げ方っていうところもつながる質問だと思うんですけど、城、経験値っていうのはこの今画面の左上に出てるの、はい、ゲージみたいなのありますね。あれのため方ってことですよね。はい、そうです。あれが溜まる条件っていうのが、キャラレベルを上げるか、卵を孵化するか、この二つしかないんですね。だから、まあ、効率よく上げるっていう意味で言うと、キャラのレベルをどんどん上げるっていうのが一番いいかなと思います。卵をどんどん孵化するっていうのは、あんまりちょっとおすすめできないんで、はい、でレベルの上げ方っていうのは、トモトレ玉、前回も言いましたけど、あれを使って上げるのが一番手っ取り早いんで、はい、ガンガンレベル上げていく。白経験値が上がって、白レベルが上がると、CP が手に入ったり、はい、その金庫っていう金の上限が上がったりとかして、まあできることがどんどん増えていく。はいはい、まあ、そういう意味でもキャラのレベルはどんどん上げていった方がいいかな。一個特殊なキャラがいて、はい、ガールシリーズっていうキャラがいるんですけど、サイクロガールとか、ロガールとかね、はい、レッドラガールとかいろいろね。はい、ここで言うと、この辺りのキャラですね、はいはいはい、サイクロガールのキャラがいるんですけど、こういったキャラっていうのは、あそこに書いてあるので、白経験値なしと書いてあるんですけど、なぜなぜと思うと思うけど、こういうキャラは、レベル上げても白経験値が入らない。はい、損じゃんと思ったり。今の驚きはそうや。普通は思うんだけど、実はこの白とドラゴンっていうゲームにおいては、白経験値が入らない方が、メリットがあったりする。実は。っていうのは、キャラをたくさん持っていて、白レベルが低い方、この差が大きい方が、いろいろボーナスが入ったりする。なんで、まあ、キャラのレベルだけ上がって、まあ、所持数が増えて、白レベルがそのまんまの方がメリットが多い。具体的にそのメリットっていうのが、デッキの時のリトライの回数が増えたりとか。なるほど。あとはリーグとかでもらえる報酬が増えたりとか。格上ボーナスみたいなやつが違うんですか？格上ボーナスは単純に強さが強い人を倒したとか。ああ、じゃあレベルはそんなに関係ない。まあ、そうなんです。そこはあんまり関係ないんですけど、キャラを増やす方が基本的にはメリットがあるんですけど、キャラを増やすと白レベルも上がっていっちゃう。いうので、まあ、その辺のバランスを考えながら、キャラを孵化したりするんですけど、そこを気にしないでガールシリーズは、レベルがガンガン上げられるっていうので、まあ、結構メリットの方が多かった。そうですね。ある種上級者の考え方もでもあるかな。そうですね。はい、まあ、でも効率をね、重視されてるんで。はいはいはい。そうですね。現実派。その辺は覚えておいた方がいいですね。そうですね。まあでも最初の頃はもうどんどん白レベルはね、ガンガン上げてってもいいかなと思って、うん。そうですね、はい。もうちょっと考えるの後にしてもいいかもしれないですね。さあ続いてじゃあ、ミサノコが質問何かある、はい、はい。最近、軍団バトル、はいはい、軍団バトル。たるものが、はい、できるようになったか、はい、これの、編成の仕方と、はい、これをやることで何のメリットがあるのかが知りたいです。今ちなみにどんな感じが見せてもらってます？こんな感じです。こんな感じ。あ、羊は刺してるってことだよね。え羊させようって出てるけど、はい、これ押さなきゃダメなんですか？そうよ。いやほら今ようやくよっしゃってやったらみんなこうやって えこれ押せない。今まで何ひょっとして羊してなかったってこと？待機です。ずっと待機です。待機の場合は、出陣しないもん、はい。こうやってる。ああ、そうだね。みんな待ってるよ。今こうやって出陣した、出陣ボタン押したらみんなこうやってやる。あ、でもご褒美入ってない？何回か、何回か勝手に言ってましたよ。ああ、じゃあやったこともあるんだ。
これね、ちょびっと1週間に1回セットされるんですよ。あ、だから定期的に出陣は押してあげないといけないんで。なるほど。まず配置からじゃあ見てみましょうか、はい、そうですね、あの、まあ、3本線ですよね、一番大事になってくるのが、はい、まあ、勝ってるのを見ましょうか、検査勝利、はい、リプレイを見ましょうか、はい、これで1個目で取ると危ないよ、出てきましたね、え、これで勝ったの、はい、私で真ん中の砦を取ると、まあ、3本目のラインまで設置したキャラが出てくるんで、まだ取れてないですね、はい、だから取れないと3本目のラインに設置したキャラが出てこないんですよ。ああ、だから3本目の2つ目の砦を取れるかどうかっていうのが非常に重要になってくる、はい、でもしっかり多いですね、白で、あ、でそれは取れなかったんですよ、結局ね、多分最後まで取れなかった、はい、2つ目の砦で取れずにかわして入ったってことですね、はい、今取りました、ようやく出てきた、ああ、取った今ようやく3列目が出ましたけど、うんうん、あれだとまあほとんど今バトルで参加してなかったんですよね、なんでできるだけ2個目の砦を取れるような配置にするか、はい、ちょっと2個目取れるか自信ないなっていう時はもう3本目のラインのところにキャラを置かずに全部2列目まで以下にしとけば、まあ、大体全部のキャラを出せるので、まあ、それもいいかなっていうか、そうですね、あ、私の考え方、1個目の砦っていうのは確実にすぐ取れるんで、はい、なるべく剣士はまあ1体じゃなくて3体とか4体とか置いとけばすぐね、次の陣が出撃してくれるんですよ、はい、あとはヌボボっていうのは砦を占拠できるキャラなので、はい、2つ目の砦の手前に置いとけばヌボボが砦を攻撃して占拠してくれる可能性があるので、はい、なるべくあの砦の直前には砦を占拠できるキャラを置いておくいうのもいいと思います。で、今みたいに戦況を確認、戦況履歴を見ることができるので、はい、あ、こういう風に配置するとこういう風に戦ってたんだって見ると、うん、より次ちょっと配置変えてみようかなっていうにもなります。はい、はい、で、あとメリットですよね。はい、あ、そう。はい。はい、これで飴玉ちゃんをいっぱい集めることによって、はい、どんどん右側の報酬が手に入ってくるんで、ね、なんかもらってたんだ私一応獲得済みにはなってました知らない間に、はい、一番右かな、これで言うと、はい、一番右でお城のお着替えが手に入ったりとか、あ、ありますね、あの展開場と書いてますけど、雲に浮いてるみたいな、まあまあ全然いますね、あれになったりするまあ、それもちょっと楽しみながら報酬をゲットしていくと、あとは、メリットでいくと、はい、プリンセスが今リーダーになってるじゃないですか、はい、でこのリーダーランクがマックス15、そうですね、はい、マックス15なんですけど、はい、15になるとそのキャラクターが、調子が悪くならなくなる、そう、不調より以下にはならない、はい、さっきご飯をたくさんあげてたと思うんだけど、はい、ご飯もそんなにあげなくて済むようになるかもしれない、はい、というメリットがあります、はい、なので、よくリーダーで使うキャラを、この軍団バトルのリーダーに設定してランクを上げてあげるっていうのはいいかもしれない、そうですね、はい、めちゃめちゃメリットがありました、実は、はい、そう、実はメリット、はい、さあ最後はジッポリ、はい、あれば、どうぞ、はい、結局のところ、うん、おすすめのキャラとか、はい、あと優先的に育てた方がいいキャラクターとか、はいはいはい、こうあったら教えてほしいです。なるほどね、今回もまた戦略的にやっぱり確信をついてくるね、少数精鋭なので、はい、ちょっとそこをそろそろ教えていただきたい、なるほど、ね、結局どれがいいのよ、まあ、それは、ね、みんな知りたい、知りたい、ね、私も知りたい、そう、僕も知りたいっていうぐらいこのゲームってどれが一番いいってキャラ本当にいないですよ、うん、その時々にやっぱこのキャラ強いよねとか弱いよねってあるんですけど、はいはい、バランスが調整が入ったりとかして、まあ均一になるように調整されてるんで、はい、これが絶対いいですよっていうキャラはね、正直答えづらいです。そうね、うん、強いて言うのであれば、やっぱり新しめのキャラっていうのはやっぱり弱かったらみんな魅力がないキャラになっちゃうので、使いやすかったりとか性能が良かったりとかっていうので、それはおすすめかなとは思います。ただ初期に出たキャラがじゃあ使えないかって全然そういうこともなくて、使い方次第っていうのがこのゲームの特徴になってるので、
で優先的に育成した方がいいキャラっていうところで言うと、最初は大型を2体、自分が使う大型を2体決めて、その大型2体を重点的に育てるっていうのがいいと思います。っていうのは、大型キャラってバトルで2体しか絶対入んないんです、はい、で、その大型キャラ2体をリーダーとサブリーダーにしておけば、それ以外の大型キャラ育ててなくても絶対に手札に入ってこないんで、私今その状態で、じゃあいいかもしれないですね。そうすることで、よかった、よろしい。中型キャラの育成を優先的にというか重点的にできるようになるので、最初 の、 あの育成方法としてはかなりおすすめな方法。ちょっと自信出てきました。先生に言われて、言われて、言っていただいて。育て方に間違いはない。そうですね。はい、あと一つ活用していただきたいなと思ってるのが、ゲーム内のオプションからもいけるんですけど、はい、キャラ相性一覧っていう公式のサイトがあって、今この画面出てるんですけど、ここに今出てるキャラ全部載ってるんですよ。そうですね。はい。だから例えば自分が付加したいキャラとか気になってるキャラがいたりすれば、どういった性能だったりだとか、得意なキャラがこんなキャラですよとか、それを見ながら選んでみたりとか、育ててみたりっていうのもいいかなと。なんかこのページで得意なキャラがめちゃめちゃあるキャラとかがいるじゃないですか。そのキャラを重点的に集めていってたんですけど。ああ、なるほどね。得意って言っても、はい、まあ、そんなに得意じゃないのに得意って入ってる場合あるんで、あんまりそれに左右されすぎると、ね、気をつけた方がいいです。例えばドラゴンライダーは中型進撃に強いみたいなこと書いてあるので、中型進撃のキャラクターがバーって乗ってる。確かにそういうことです。はい、これとかそうですね。得意なキャラバーっていっぱい乗ってるってことは、これ中型進撃たちが今こう乗ってるだけですね。ああ、そうなんだ。逆もしかりで、苦手なキャラめっちゃ多いけど、まあそんなにそこまで気にする必要もないよねっていうキャラになるんで、あんまりこれに左右されすぎると危険かもしれない。左右されてた。はい、というわけで皆さん、はい、疑問質問は解決しましたでしょうか。はい、バッチリです。ありがとうございます。バッチリ。ちょっと理解も深まったところで、まあ、次今撮る動画とかは、はい、というか、そうですね、バトルね、はい、バトル編をちょっと皆さんにはやっていただこうかなというところでございますので、まあ、次回の収録ぐらいまでにはちょっとそのバトルなんかもね、はい、練習しておいてもらった方がいいかもしれません。はい、はい、はい、頑張ります。ということでございまして、本日の動画は以上となります。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。お三方もありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。